ドムデステルは、ベルギーヘント出身の元サッカー選手。元ベルギー代表である。現役時代のポジションは FW。名前の頭文字を取って TDS という愛称で呼ばれる。ケム・トルハウト地元の KVV バレヘムでサッカーを始め、その後、ベルギーサードディビジョンのスタンダールウェッテレンの下部組織に移った。 さらにクラブブルッヘの下部組織に移ったが、トップチームに昇格することはできず、今度はサードディビジョンのケム・トルハウトに移って、トップチームデビューした。しかし、ケム・トルハウトのトップチームでプレーしたのはわずか1シーズンであった。サークルブルッヘ・ケム・トルハウトとサークルブルッヘが対戦したプレシーズンマッチでハットトリックを達成し、2006年夏、 ジュピラーリーグのサークルブルッヘに移籍した。移籍してすぐに飛躍的な成長を遂げ、RE ムスクロン戦で移籍後公式戦初得点を挙げた。2007年11月27日、ベルギーカップのキロボルトメヒエレム戦で21分間に4得点した。次のラウンドでは、サークルブルッヘのローカルライバルであり、デステルがユース時代に所属していたクラブブルッヘ相手に、 得点した。2007から08シーズン中盤戦の活躍は、一目を引かないわけにはいかず、これらの活躍は、RSC、アンデルレヒトやトルコのトラブゾンスポルの興味を引き、ファンとメディアが選ぶ、前半戦のリーグ最優秀選手に選ばれた。また、2007年のベルギーゴールデン州では予期せぬ3位に選ばれた。2008年2月1日、 ベルギーカップ準々決勝のスタンダールリエージュ戦、ファーストレグではチームの4点目を決めた。ロシアのゼニト・サンクト・ペテルブルクはデステルに遺跡金750万ユーロのオファーを出したと噂されるがディック・アドフォカート監督に拒否されている。2008年1月の代表召集中に膝靭帯を負傷して半年間を棒に振ったが2008から09シーズン。 初頭に復帰を果たした。RSC アンデルレヒト2008年10月、2009年1月の移籍期間に RSC アンデルレヒトに移籍することが発表された。2008から09シーズンは2クラブで計33試合に出場して16得点し、得点ランキングの2位に入った。2009から10シーズン序盤は不調にあえぎ、 16歳のシンウェイ・ロメルルカクにポジションを奪われた。その後も、得点王を獲得したルカクの影に隠れたシーズンを送り、2009年12月には2試合連続ゴールを決めて、復調の兆しを見せたが、2008から09シーズンの半分以下の7得点に終わった。U-21 ベルギー代表の人員、フランソワ・デサルト監督は、 デステルノ・ケム・ドルハウトやサークル・ブルヘでの活躍に注目し、サークル・ブルへ移籍後に初招集された。2007年には、北京オリンピックの予選も兼ねた UEFAU-21 欧州選手権に出場したが、北京オリンオリンピックの本大会に出場するメンバーには選ばれなかった。2008年1月末、ベルギー代表のレネ・ファンデレーケン監督は、 スタンダールリエージュとの非公式親善試合にデステルを招集したが、試合の前日に膝靭帯を負傷して全治6ヶ月の重傷を負った。ありがとうございます。